ワンダフルプリキュア、ドリームステージ2の公式サイトでは、大人ファン向けに特別な中期事項が発表されました。このイベントは、舞台限定のオリジナルストーリーに加え、ライブやダンスパフォーマンスも盛り込まれた内容で、全国各地で来年3月まで開催される予定です。子供たちだけでなく、大人にとっても喜びが詰まったこのステージですが、参加する際は注意が必要です。公式サイトによると、コスプレをした状態での大人の来場は禁じられています。これは、ツレの雰囲気を守りつつ、すべてのお客様が安心して楽しめるよう配慮された措置です。特に、イベント中の大人による起訴や退場、他の観客への不自節な会食が報告されており、これが子供たちにとって不安要素となることがあります。そのため、ドロナのお客様は行動に気をつけ、他のお客様への配慮を心がけるように知識がされています。また、撮影に関するルールも厳格に設定されています。ダンスレクチャータイムを除き、撮影、録画、録音は一切禁止されています。楽しむためのルールがしっかりと設けられているので、この線も遵守しましょう。ダンスレクチャー中に撮影が許可されるタイミングは、MC から案内されるとのことで、検討さないように注意が必要です。このような規則を守ることで、すべての観客が快適にワンダフルプリキュア、あの世界を楽しむことができるでしょう。進行と共にリフレッシュできるガイドラインに従い、思い出に残る素敵な時間を共に過ごしましょう。また、注意事項を守ることで、将来の同様のイベントに対する期待感が高まることにもつながります。この春、家族や友人と一緒にこの楽しいステージを体験し、魅力的なパフォーマンスに心を凝らせましょう。一人一人が約束を守り、みんなの小山を引き出すことで、幸せな時間が生まれます。公示サイトでの注意事項をしっかりと確認し、万全の準備をしてから参加しましょう。さあ、ドリームステージで新しい思い出を作る日に出かけましょう。